女性3人組ユニット、ペア船、ノアーちゃんこと西脇彩香、27、との交際が報じられたお笑いコンビ、サバンナ、の高橋茂雄、41、が10日、TBS、アッコにお任せ。日曜前11、45、に生出演。交際の真相について司会の和田アキ子、66、からもう追及されたじたじとなる場面があった。写真、美脚を披露する、ペア船。二人の交際については、5月末に女性週刊誌がスクープ。この報道について高橋は6月12日の同番組で友人関係を強調し、アッコさんに嘘をついたら怖い、と否定していたが、今度は今月1日発売の写真週刊誌、フリダイ、で、銀座デート、を報じられた。再びの交際報道に、前週3日の同番組で和田が、高橋の嘘を追及することを明言。この日の番組で、サッカー日本代表主将の長谷部誠、32フランクフルト、俳優、渡部篤郎、48、の結婚を取り上げた際、約束通りに和田からの詮索が始まった。高橋は、和田から、騒がれてない?と何度も水を向けられ、ないない、と否定。それでも追求が止まらないことから、この日出演したお笑いコンビ、おかずクラブ、の持ちネタを引用して、これがアッコのやり方か、と逆ギレする始末。その後も交際をいじられ続け、三人戦、どうなるんですかね、とはぐらかし続け、最後は、七夕の短冊に風邪をひきますようにって書いたのに。番組を休みたかった。